6万人の大観衆を集めた東京国立競技場。9月19日、バルセロナオリンピックの金メダリスト14人を含む19カ国47人の招待選手が出場し、男女27種目の競技に熱戦を展開しました。注目のカール・ルイスは400メートルリレーにマーシュ、バレル、ハードのサンタモニカクラブチームで出場。日本のチームと争います。第4走者のルイスは華麗なフォームでゴール。39秒18の大会新記録で貫禄を示し、観衆に応えていました。しかし、100メートル決勝では、バルセロナ銅メダルのミッチェルに後半追い込んだものの、2位で今シーズンの競技生活を終わりました。一方、バルセロナオリンピックで記録なしの雪辱に燃える棒高跳びのブブカ選手。5メートル60、5メートル80を1回でクリア。一気に33センチ上げて6メートル13の世界新記録に挑戦。183センチ、80キロの体が宙に舞い、1回目で成功。32度目の世界記録更新を果たしました。4年後のアトランタオリンピックまで頑張るというブブカ選手、来シーズンの活躍が期待されます。